直近10年の移籍金収支マイナスランキングがこちら。ユナイテッド、ユナイテッドはこれでリーグ優勝ゼロかよ。あと10億ユーロくらい必要。ユナイテッド圧倒的だな。これで CL は愚か PL 争いにも加われない。 CL 権取れたら成功のシーズンなんていうお笑いチームじゃなかったのにな。まあ結果出せてれば悪くないわな。その他の収益が爆上がりするんだから、結果出せてればな。アーセナルはしてより収支悪いんか。 PL と CL どっちも取れてない赤2チーム。こんだけ金使ってるんならアーセナルユナイテッドにはメジャータイトル取ってほしいわ。ほんま俺が見始めた頃のプレミアに戻ってくれよ。あんだけ良い選手をかき集めてるのにワースト5位に入ってないマドリーってすごいんだなと思った。なおプラス収支トップ5がこちら。ポルトガルが育成商売上手ということなのか。売り上手なイベリアのオグニさんと買い物下手な欧州の島グニさん。ポルトガル勢の圧倒的な商売上手ぶりが目立ちますね。最近はポルトガルのクラブが相場より高値つける傾向にあるので、そろそろ傾向が変わりそうです。転売クラブとメガクラブではそもそもビジネスモデルが違うことにすら気づかない情弱が多いな。ガムじいちゃんが泣いてるぞ。